武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。はい、それでは今回は福井大学の政治経済の入試について話していきたいと思います。こちら時間100分で大問が2題、出題されております。で、割とその出題の傾向としては、記述、と論述、中心で、で記述に関しては割とその基礎的な問題が多いんですが、論述がですね、なんとなく答えは分かるとは思うんですが、それを文章にすることがちょっと難しいようなものが出る、というものが多く、要はその最新の時事的な問題、耳にしたことあるような問題を扱っているものなんですが、それに対して自分なりに考えて、説明なり、を述べていかなければいけないというところで、時事対策、こちらが必須になる、のと、ちょっと基礎の知識だけだときついかなと思うので、教科書の深い読み込み、もしくは講義系参考書の読み込みなど、と論述対策が必要になってきます。なのでそのセンターまでしか見据えてなくて、その全然その政治経済を例えば私立で使わないみたいな場合の、受験生なんかだったりすると、ここでできればやっておきたいのは、例えば畠山の総会講義、総会問題集、などですね、こちらで基礎だけで終わるんじゃなくて、全体的に深い話まで含めた全体像を頭に叩き込んでおく。で、論述対策として、政治経済警察、計算論述、特訓問題集、代わりのやつですね、などの論述分野、だけを、追加でやっておくと、いいかとは思います。で、現代社会の最新時事、こちらで最新の、情報を押さえておく。そしてそれとその畠山の総会講義などと、組み合わせてですね、ただ時事を知ってるだけじゃなくて、それに対する問題点なり、どういうことが予想されるかみたいな部分を、政治経済の、観点からちゃんと考えられるようにしておく、ということをやっておきましょう。最大の、ポイントはやはり興味を、特に最新の、世界情勢、国際情勢だったりについて持っているかどうかっていうところが非常に重要になってくるかとは思いますので、こういった部分の理解と自分で考える、自分なりの考えを持つという点ですねを意識して、それをさらに知識を伴って考えられるように練習を心がけてください。以上が政治経済の勉強となります。